ゴーギャン、ポンタバンの水車庫やポンタバン派は19世紀後半から20世紀初頭にかけてフランスのポンタバンで活動した芸術家たちのグループを指し特に1880年代末から1890年代初めにかけてポンタバンにいたポール・ゴーギャンの影響を受けた芸術運動である。 大胆な殉職の使用、象徴主義的な主題の選び方などが特徴である。ポンタバンはフランスブルターニュのフィニステール県に属するコミューンであり、アバン川の大西洋川口から少し内陸に入ったところに位置する。1862年にパリからカンペール行きの鉄道が開通すると、ブルターニュ地方への観光客が増え始めた。1866年にはフィラ 15年ほどのうちに画家たちのコロニーは大きくなり広く知られるようになった。フランスアカデミズム絵画の巨匠ジャン・レオン・ジェロームも自らの教えるアメリカ人画学生たちにブルターニュ行きを進めており、ウィリアム・アドルフ・ブグロウなどの風景画家も夏の間をこの地で過ごした。あるものは既存のアカデミズム絵画からの脱却を図るため、またあるものはピークを過ぎた印象派を乗り越えるため、 独自の言語、衣装、厚いカトリック信仰、交渉などが残るブルターニュに新しい可能性を求めた。その中で消出した画家が、ポール・ゴーギャンとエミール・ベルナールであった。ゴーギャンは1886年7月に、ベルナールもやや遅れてその夏に、ポンタバンを訪れた。ゴーギャンは、勤め先を辞めて画業に専念することを決意し、 パリの喧騒を避けて村の素朴な暮らしを求めていた。ベルナールはエミール・シェフ・ネッケルの紹介でゴーギャンに会おうとしたのだが、この時はほとんど話をする機会がなかった。二人は1888年にポンタバンで本格的な再会を果たした。ベルナールは草地のブルターニュの女たちを制作し、これをゴーギャンにも見せた。ゴーギャンの 説教の後の幻影はこの絵を元に発想されたものとも言われる。ベルナール自身は総合主義のアプローチを最初に取ったのはゴーギャンではなく自分だと主張している。カフェボルピーニで開かれた印象主義及び総合主義グループ天のポスター。ポンタバン派のグループは1889年パリ万国博覧会の会場の一部にあるカフェボルピーニで印象主義及び 総合主義グループと自称する展覧会を開いた。ここでは、ゴーギャン、ベルナールの作品を中心に展示されたほか、エミール・シェフネッケル、ルイ・アンクタン、シャルル・ラバル、ジョルジュ・ダニエル・ド・モンフレイなどが参加した。印象主義を名乗ってはいたが、内容は、むしろ反印象主義的な総合主義のマニフェストを宣言するものであった。この頃には、 ポンタバンの村もゴミゴミした場所になってしまっていたため、ゴーギャンは1889年、数キロメートル東に離れたルプルドゥの村に制作場所を求め、そこで1889年から1890年にかけての冬を過ごした。ゴーギャンと共にポンタバン、その後、ルプルドゥで制作を行ったが形には、シャルル・フィリジェ、メール・デ・ハーン、シャルル・ラバル、 ロドリック・オーコナー、エミール・シェフ・ネッケル、アルマン・セガン、ウラギスラウス・レビンスキーらがいる。ゴーギャンは、1891年の最初のタヒチへの航海を終えてから、1894年に最後に、ポンタバンを訪れ、これらの仲間たちと過ごしている。しかし、精神的中心であったゴーギャンがタヒチに渡った後は、グループの活動には見るべきものはない。ゴーギャンとベルナールによって、 ポンタ版で生み出されたスタイルは総合主義と呼ばれる。これは複数のイメージを結び合わせて総合することによって印象派とは全く異なる表現を作り出そうとしたものである。対象の忠実な写実を捨て去ること、画家の記憶に基づきながら画家自身の感情を反映させて制作を行うこと、殉職を大胆に用いること、遠近法や陰影を使わないこと、 明確な輪郭線で区切られた平坦な式面で描くというクロワゾニスムの技法を用いること、不要なディテールを射章した幾何学的構図によることといった原則を打ち立てた。ありがとうございます。